さあスバル86じゃない BRZ と GR86 の違い、同じマニュアルなんでほとんどパワーウェイトレシオもタイヤも、ただサスペンションのねセッティングはね、あの GR の方がフロントのバネ低くてリアが高いからアンダー出ないようなセッティングで、スバルはやっぱりちょっとあの4駆メーカーなんで FR でも安定性、直進安定性とかね、低ミューの安定性だからフロントのバネはちょっと高いですね。まあそれがサーキットでどんな感じかな。この車は、今回 2.4 リッター水平対向4気筒 NA ですね。で、まあ、直噴なんですけどトヨタの技術も入ってるから、島内噴射と直噴のハイブリッド版かな、それで 2.4 リッターなんで馬力がね240馬力超えて、トルクも250ニュートンぐらいなんで、もうリッター100ニュートン出てるんだよね。それはなんか大したもんだなって感じがしますね。はい、それではこれからサーキット。おお、やっぱりこれだけでわかるね、進化してるね車全体が。いやーいいなエンジン。おお、今まで乗ったスバルのエンジンの中で秀逸だねこのエンジンね。吹き上がり感とレスポンスと力、トルク、あと音もいいね。これ AT なんだけど、確か6速トルク AT なんだけどね。あ、この辺のね、ステアリングのこう切ってった時のハンドルの手応えと車体の剛性感、まあ、タイヤの接地性も良くなってるよね。あの86だよね、やっぱりこっちのオーバーステアチックにあのセッティングしてると思うのね。まあバネでいうとこっちがフロントちょっと BRZ と柔らかくてリアが逆に硬いので、まあ、前後のロール剛性配分でいうとこっちの方がリアの方がロール剛性が高いんで、まあオーバーステアっぽい感じなのか。おっとっと、ああ本当だ、切り始めから結構ケツ出る感じだね。こっちはドリフト得意な車なのかな。でもでも AT と思えないね、ここ全開でいけないよ。おお、140超えてる。おお、しっかり感ある。おブレーキの感じもいいな。86BRZ のワンメイク面白そうだね。普通のねタイヤだけどねグリップいいし、おお結構ケツくるね。
GR ちゃんはもうケツがもう流れたくてしょうがないって感じね。はい、最終コーナー3速。7500でレッドゾーンかな。はい、ここ全開。お、ここで3速7500のリミッター今度もう 初心者無理だね。これ早すぎるもんな。もう中上級者向けになった感じですね。まあ早いし、なんだろう、全体的にすごいしっかりしてるからね。より BMW のスープラとか Z4 に近づいたかな。でもね、 NA でこのエンジンいいよね。まあ2リッターだとちょっと非力かなと思ったけどね。でもね、この車でラリーなんてやったらもうちょっと持て余してんじゃないの、パワーを。ステアリングの手応えがいいよ。ずっとフロントのタイヤの接地感があるし、抜けないし、でずっとこうプッシュアンダー出ないんですよね。でアクセル踏んでいくとじわーっとこうリアが出てくるのね。でその辺のリアの流れ方もいいね。まあちょっとあのドリフティングにしてはあのお尻がもうちょっとグリップしてほしいかなっていう気は個人的にしてるけど、ものすごくコントロールしやすいし、まあドリフトアンダーステアを出さないでオーバーステアで走るってことを考えればすごく上手にセッティングされてますね。まあさすがスバルと GR の凄腕連中が作り上げたなって感じがしてます。俺スバルと40年ぐらい付き合ってきたけど、こんないいエンジン出会えると思わなかったね。これポルシェが作った水平対向4気筒みたいだよ、本当に。さあマニュアルの新型トヨタだから GR86。まあ、今回トルク250ニュートン近いから、もうトルコン AT とマッチングバッチリだよね。今度は 6MT なんですけど、おこの水平対向エンジンやっぱいい。これもしかしてポルシェが作ったんじゃないの。でもいいぞ。へえ、ストレートにオン入っちゃうんだね。マニュアルはやっぱローギアだね。で1コーナー3でいいんじゃないかな。おっと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 、リアが流れるっていうかこぼれる感じだね。これでも急激にこぼれるんじゃないからコントロールはしやすいね。いやーこっちじゃじゃ馬だよ。ギア比が低いから ATMT の違いを超えてもう全然こっちの方がもうアドレナリン出まくり。 AT はね、なんか調教されたサラブレッドって感じですごく上品なんだけど、こっちはなんかもう荒削りのいけいけ。あ、この辺のステアリングの原因は GR のがピャンっていく感じなんだけど、こっち落ち着いてるよね。こっちは大人っぽい。
最終コーナー、フェルスタッペンみたいにブレーキを早めに戻してタインの車速を上げて、あ、こっちの方がリアが安定してるな。はい、1コーナー3速、ここ全開でいけんのかよ。おなんか AT の方がちょっと手応えがいいみたいだな。重量が違うからかな。ちょっと MT この辺軽いんだよね。でもそれぞれ今まで以上に、トヨタと GR とスバルキャラクターが分かれていいんじゃないでしょうか。まあ、一般道含めてオールラウンドで走るんだったらスバルの方がいいし、なんか競技志向で行くんだったら86の方がアンダー出ない分面白いかも分かんないですね。 MT はだからギア比がすごい低いから、同じエンジン乗っけても同じパワーウェイトレーションでも、あの MT の方が暴れん坊って感じ。あの分かっちゃいないのがね、リミッターの働き方が燃料カットだから、コーナーの中で来るとカーンってきて危ない危ない。だちゃんとあのバイワイヤスロットだから、スロットで落とすとかやんないと、今時燃料カットでリミッターはないでしょうって思うんだけど。はい、最後に BRZ スバルマークね、 BRZ の AT、 さあ AT BRZ です。さあ最終コーナー、フェルスタッペンみたいに行くぞ。おっと、まあでも AT いいんだけど、これでも結構アドレナリン出るね。さあここ全開だよ、全開だよ。おおおお早い。やっぱりなんか AT でレース出たいね。 AT で、あのアイドラスとか草ですでもいいんだけど。はい、現在新型の BRZ と GR86 の試乗会、袖ヶ浦サーキットに来てますけども、あの来年自分は免許取ってから50年経つんですね、半世紀で。最初に出会った車は GC10 の箱スカで、これによって私の人生決まりました。モータースポーツの世界にどっぷりだけど、スカイラインはすぐ1年ちょっと手放して、その次乗ったのがランサーとかいろいろあったんだけど、まあ、本格的にラリー始めたのが27レビンなんで、実は今8686って言ってますけど、私のジェネレーションはここにある86の前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 ぐらいの、ひいおじいちゃんぐらいの27レビンで、そこであのビッグイベント志賀高原ラリー2連勝したりしながら、あのまあプロになる基盤ができたみたいなね。一回サラリーマンやったんだけど、やっぱりプロになりたいというかラリーやりたいということで、たまたま空いてたチームスバルの椅子にしがみついて、まあ、そこからプロドライバーになったんですけど、まあ、それ以来ずっとレオネで全日本ラリーとか FJ1600 やったんで、僕にとってこの86の前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 の27レビンが自分の中のすごく重要なあの転換期なんでね。でそれがずっとこの86がまあ新しいジェネレーションになって BRZ86 まで、まあ、それも数年経って、今回2021年に新型2代目ですね。でエンジン 2.4 リッターの水平対向、これ僕が知る限り N エンジンの4気筒ではベストエンジンですね、世界で。もちろんスバルの中ではもうベストベストのエンジン、もうポルシェが作ったんじゃないなと思うぐらいで、250ニュートンのトルクなんで、このトルクを生かす FR ということで、まあ、あのトヨタの86の時はやっぱりちょっと荒っぽいオーバーステアだったんだけど、今度の GR になったら本当にこうニュートラステアからスーッとこうリアが流れてくる、あの感覚の気持ちよさ、
で、スバルは逆にスッと流れないでピタンとこうコップの水がこぼれずにギリチョンでリアがグリップしてる安定感みたいな。だからお互い2人のね、あの2人っていうか、まあ凄腕がスバルと GR にいるんだけど、まあ、よくこういうところまで作り込めたなと思ったんで、まあ、非常に今日は感動してます。お世辞抜きで今回の車はいい車だし、どっちがいいか悪いかじゃなくて、両方とも違うキャラクターの山の頂を2つ、ツインピークスですね。でどっち選ぶか、より安定性の高いスバルか、よりシャープなステアリング中心で隊員が楽しめる GR か、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、あとねもう1個 AT がめちゃくちゃいい。これねタイム測ったらね2秒も違わないですね、 MT と AT なんで。最近 AT の CVT でラリーやってる関係で、あのクラッチも忘れちゃうんで、自分的にはなんか AT でモータースポーツ 86BRZ やりたいなと思ってます。まあ、皆さん今度の車ははっきりと速いです。